日本鹿児島県薩摩仙台市鳥居町鳥居町は、鹿児島県薩摩仙台市の町。旧薩摩郡川内町鳥居町、川内市鳥居町。郵便番号は895-0024。人口は309人、世帯数は148世帯。鳥居町の全域で、住居表示を実施している。薩摩仙台市の南東部、平佐川河流域に位置する。 阿ザ駅の北方には、横浜場町、南方には、向田町、川内駅を挟んで東方には、平助町、平助一丁目、西方には、東向田町がそれぞれ接している。阿ザ駅の東部には、川内駅が所在しており、九州新幹線や鹿児島本線、日殺オレンジ鉄道線が発着している。九州新幹線は、 山陽新幹線直通列車の最速達列車に位置付けられる、水穂を除くすべての列車が、川内駅に停車する。また在来線と九州新幹線部分開業時に、鹿児島本線から分離された、日殺オレンジ鉄道線の境界駅となっている。南部には、鹿児島県道十二号川内火事線及び、鹿児島県道三十二号、川内停車場線が、 東西に通り、鹿児島県道36号川内郡山線が南北に通っている。鳥追という地名は、日暮長者伝説にちなむ鳥追の森があるところから命名された。1940年2月10日に鹿児島県広報に掲載され、同日に施行された薩摩郡川内町町名改め小南区域変更により、 大和平助を廃止し、それの区域中島小崎、新地の区域を、鳥追町とすることが、鹿児島県知事によって許可され、薩摩郡川内町大和平助のうち、あざま小崎、新地の区域をもって、川内町の町、鳥追町が設置された。翌日の2月11日には、薩摩郡川内町が単独で市政施行し、川内市となった。 1965年4月1日に、向田町の一部の区域において、住居表示に関する法律に基づき外区方式による、住居表示が実施されることとなった。それに伴い同日付で、町名、地盤の変更が行われ、平助町、向田町の各一部を、鳥居町に編入し、鳥居町の一部が東向田町となった。2004年10月12日に、 川内市、東郷町、入木町、稽古院町、日脇町、下古式村、上古式村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において、川内市の町、寺については現行通りとする。と協定されたため、名称の変更は行われずに、 薩摩仙台市の町となった。2014年3月1日には、鳥尾町及び平助町の各一部より平助一丁目が設置された。薩摩仙台市指定の文化財は、下記の通りである。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は、 以下の通りとなる。川内駅より国道3号方面を望む。ありがとうございます。